新品100均ばい2700回転、あかんやろ。あーやっぱり緩めると。ヒデチャンネルヒデです。今日ねミニバイク系でたくさんの人に愛用されてるこの景品 PC20、 このキャブレターネタをねやってみたいと思います。まあ、多分ねモンキーとかゴリラとか、まあ、私のエイプもそうですけども、本当にねたくさんの人がこの PC20 使ってると思います。非常にね優れてて、素直でいいキャブレターですね。ただね私も使ってみてちょっとねここはどうにかならんかなっていうのが1個あります。多分ね皆さんの中でも悩んである方多いと思います。それがねなんとアイドリングがね勝手に上がってって下がらないっていう現象が起きてきます。これがね非常に悩ましいんですね。でもう僕も数年悩まされて、でなかなか解決しませんでした。でね今日はその辺をね深掘りしたいと思います。っていうのがねなんとここ最近その症状がね出なくなってどうも治ったようなんですね。まあ、その辺をねちょっと解き明かして皆さんにお知らせしたいなと思います。今日のお話の前提としてはね、まずキャブセッティングはちゃんと出てるっていう前提、そしてねこのスロットルワイヤー、これのね張りすぎでもないっていうこと、この辺をねまず前提としてお話したいと思います。非常に優れててね素直な PC20 キャブなんですけども、どうもね持病があるみたいなんですね。私も数年使ってねはっきり自覚できました。まあ、それがねこのネジ類の締め付けによってどうもキャブが歪んじゃうみたいなんですよ。まあ、それで不具合に陥っちゃうみたいです。その PC20 の持病、まあ、それがねネジ3箇所、この締めすぎによって歪んでね、これもう即不調に陥ります。非常に分かりやすいです。これはだからもう緩めたらねすぐ正常に戻っちゃったんですね。はい。まあ、それがねこの3箇所、まずこちら側、車体取り付け時のスタッドボルトナット2個、これですね。本体で言うとこのナットですね。このナット2個なんですけども、締め付けトルクはどうも10ニュートンメートル1キロですね。でもねここね非常に狭い小さいネジなんで、私もトルクレンチ持ってるんですけど、ソケットタイプのやつはね入りません。だからねもう小さいスパナでそれぐらいのトルクに噛んで締めるしかないんですね。でこれ締めすぎるとなんとねスロットルバルブが動作不良になっちゃいます。もう引っかかったようになったり、最悪もう固着して動かなくなっちゃいますね。まあ、これがね非常に顕著ですね。で多分ここでトラブってる人が非常に多いと思います。で気づいてない方もひょっとしたらいるかもしれません。でもう一つがねこのトップキャップ、本体で言うとこれですね。これもね締めすぎると私の車体の場合は虹エアが出ちゃいましたね。だからこれもねぐっと締め付けたくなるんですけど、ゆるーく締め付け、まあそれをすることでね虹エアの問題がなくなってかなり症状が軽減されました。まあ、この3箇所のネジの締めすぎ、まあ、これがね即不調につながるということだけ PC20 の持病として把握しておくといいかもしれません。このアイドリング不調に費やした経緯をね振り返ってみたいと思います。 PC20 キャブ、アイドリングが勝手に上がって下がらない問題ですね。で現在私のこの車体ですね、直接的なもうこれっていう原因は不明だったんですけども、今症状が安定して収まってるというのが非常に嬉しいです。でそれに対してね行ってきたことがこの6つもあるんですね。1つ目が虹エアの確認で、私の場合トップキャップのところが反応して、まあ、ここが原因っぽいなっていうのが分かりました。で2番目、そのトップキャップが原因ならそのパッキンのところをねいろいろ見てグリス塗ったりしてやったんですけども、まああまり効かなかった。で3つ目、全パッキン新品交換、あとキャブのオーバーホール、もうこれで治るだろうと思ったらねこれ全く効果なかったんですね。もうがっくしでしたね。で4番目、トップキャップに配管用のシールテープを巻いたんですね。でこれもあんまり効かなかったんですね。で5番目、ジェットニードルを新品に変えた。まあ、これはね別の目的もあって新品に変えたらこっちのアイドリング不調にも効いちゃったという感じですね。
そして6番目最後がアクセルワイヤーにスプレーグリスを、塗布した。この6つをやって気づいたら治ってたという感じなんですよ。まあ、その一つ一つをねちょっと見ていきたいと思います。ほとんどの場合ね、この原因として二次エアを吸うことでアイドリングが不安定になって高いまま下がらないっていう現象になるみたいです。まあ、それをね、チェックするのはやはりパーツクリーナーを使った二次エア確認ですね。私の車体でやってみると、このトップキャップの部分だけで反応したんですね。よく多いと言われているこのマニホールド付近、ここではね出なかったんですよ。私の車体ではこのトップキャップのところがどうも二次エアを吸っててダメだったと。まあちょっと締めすぎだったのかなということでね、やっと分かりました。皆さんの不調な車体がもしあればね、確実にその二次エアの発生源をつかむためにパーツクリーナーでの確認っていうのはね非常に重要になってくると思います。2番目のトップキャップのパッキンですね。実際それは拡大した写真がこれですけど、若干こうへこんでるようなところがあったんで、これをね裏返して、で全体にグリスをこのようにね薄く塗って組み付けてみました。これねやった直後、その日はねもう完璧ですごい嬉しかったんですけど、でもね翌日には完全に元に戻っちゃいましたね。だからここが原因っぽいなっていうのはわかるんですけども、応急対策としてはダメだったなっていうところでしたね。それならっていうことでねやったのがこの全パッキン交換ですね。この北子さんのパッキンセットね、1430円税込み、これをね買いました。でね、オーバーホールも含めてやってこれで大丈夫だろうと思ったらね、なんとその直後から全く変わらなかったですね。もうがっくしでしたね。これもね、もう全然改善されず変化なしということで、まあパッキン新品に変わったからいいやっていうぐらいで終わっちゃいました。それでもう苦肉の策でやったのがこれですね。本体側のトップキャップがつくネジ部分に配管用のシールテープを巻いちゃいました。これですね。確かテフロンかな、これ。これね、見た目も悪いし、もうめんどくさいし、トップキャップ外すと、また巻き直さないといけないんで、非常に面倒なんですけど、これね、少し改善したんですね。で症状がだいたい半分ぐらいに減ったんで、あ、やっぱりここなんだなっていうのはすごく実感しましたね。ただね、持続性が足らないみたいで、その後再発しちゃったんですね。だからもうこれ、今はしてません。このシールテープをやめちゃいました。このシールテープ以降ね、ちょっとこのアイドリング問題に関して半分諦めてたんですけど、ちょっと別の目的でねやったのがこちらです。ジェットニードルをね新品に変えたんですね。こちらですね、デートナさんのジェットニードル1650円税込みですね。でね、これはアクセルの付き、開け始めでちょっともたつくことがあったんで、まあこれも悩んだあげく同じジェットニードルの新品に変えただけなんですけど、これね、効果あったんですね。なぜか発生率がね、半分以下まで減ってきたんですね。で、アクセルの付きも良くなって、あ、すごいなと思ってですね。これはね、嬉しかったですね。まあシールテープの方が効くと思ってたら、こっちも効きましたね。だいたいそれまでの 40-50% まで減ってきましたんで、嬉しかったですね。そして最後にやったのがこちら。アクセルワイヤーにスプレーグリスを塗布したということですね。これもね、実はこのキャブのアイドリング問題ではなくてね、アクセルワイヤー交換しようとして結果的に注油だけしてノーマルのワイヤーに戻したんですけどね、なんとね、これもどうも効いてたみたいなんですね。まあ、さっきの新品のジェットニードルと合わせて症状がだいたい9割ほど減っちゃったんですね。そして最近乗ってて気づかなかったんですけど、そういえば全然症状出てないんですよ。だからね、治っちゃったっぽいんですね。で、今もアイドリング調整しっかり効きますし、アイドリングが勝手に上がって下がらないって症状はほぼ起こってません。っていうか起こってないですね。これね、すごいですよね。
こういうことでね、数年悩んできて解決できなかったこの PC20 のアイドリング不調問題、これがねどうも治ったということですね。そしてこの6つの対策をやってきたんですけど、これが効いたっていうのがはっきりしないのがね、もやもやするんですけども、どうもね、今振り返るとこの5番と6番ジェットニードル新品とアクセルワイヤーにスプレーグリスをしたということがね、どうも効いてるみたいです。まあ当然ね、最初にあったこの PC20 の持病の部分ですね、この辺もしっかり見直して、それらしいトルクで締めることで、そのどうも合わせ技で元に戻ったかなという感じがしております。皆さんの中にもね、この PC20 のアイドル問題で悩んでる方多いと思います。これをやれば確実に治るっていうのはね、なかなか車体によっても違うでしょうし言えないんですけども、私の例でいけば、この持病を理解してしっかりトルクを管理しつつ、いろんなところをオーバーホールしてパッキンも変えて、意外と直接関係なさそうなジェットニードルとアクセルワイヤーにスプレーグリスまでやって、今治っているという事実がね、一つ分かったんで、なかなか悩ましいですからね、この問題。なんとかね、これが、この情報で、助かる人が出てくれればいいなと思ってます。ぜひチャンネル登録いただいて見逃しなく。ご視聴ありがとうございました。